皆さん、お待たせいたしました。 DS スーパーマリオ USA パワーチャレンジ、いよいよスタートです。このイベントは毎回応募を受け付けています。今日の放送を聞いただけでも参加できますから、皆さん一刻も早く夢の国サブコンへいらしてください。夢の世界への入り口はイベント広場にあるキャサリン夢の館。急いで急いで。USA ってゲームご存知ですか？ご存知でない方のために、このゲームの生い立ちを少しの間ご紹介します。このゲームが産声を上げたのは1987年の7月10日、夢工場ドキドキパニックと名付けられました。ファミコンのディスクシステムが初舞台です。それからこのゲーム、キャラクターをマリオに改め、海の彼方へと旅立ちました。1988年のことです。スーパーマリオブラザーズ2として初の海外公演です。舞台は NES。 NES っていうのは任天堂エンターテイメントシステムの略で、おなじみファミコンの海外での名前です。1992年には日本に凱旋帰国。アメリカ帰りのファミコンソフト、スーパーマリオ USA として発売されたんです。キャサリンが登場して、できちゃったっていうあのコマーシャル、覚えてますか？その後、スーパーマリオコレクションでスーパーファミコンにもお目見えしました。そして1996年、ついに舞台はサテラビューへ。宇宙から降り注ぐ迫力あるサウンドや、全国同時に発生する様々なイベントを引っ提げての登場です。マリオやルイージだけではなく、キノピオやピーチ姫までもが飛んだり跳ねたり引っこ抜いたりと大活躍のこのゲーム、 DS スーパーマリオ USA。 夢の国の扉が閉ざされる50分まで、未体験のノンストップアクションが繰り広げられます。ゲームスタートは間もなく。お好みのコントローラータイプを設定してお待ちください。夢の国サブコン。この国はその昔、野菜が大嫌いなマムーとその一味によって苦しめられていました。そこに現れたのは、おなじみマリオ、ルイージ、キノピオ、そしてピーチ姫。この4人の大活躍の末、マムーはその口に野菜をいっぱいに詰め込まれ、サブコンから追い出されたのです。ところが、苦しめられていたサブコンは一つだけではありませんでした。人々の見る夢と同じ数だけサブコンはあったのです。逃げ去ったマムーとその一味は、そーっと別な夢の中に潜り込み、何度も何度も悪事を繰り返していたのでした。王様、星の力を使ってサブコンを守りましょう。よし、マリオ君たちにお願いしよう。
こうしてまたまたあの4人が活躍することとなったのです。しかし星の力を使おうとしているのは王様たちだけではありませんでした。あのマムーとその一味も力を悪用しようと企んでいます。その手始めにドンチュルゲが平和の証、あの黄金のマリオ像をどこかに隠してしまったようです。今夜は一味違うわよ。ゆっくりと楽しんでいってね。お初にお目にかかる。拙者ヒーボーボーと申す。手加減はいたしかね。 BS スーパーマリオ USA 第3回氷の海でヒーボーボーの巻。夢の国の扉が閉ざされるのは50分。マリオと仲間たち、今回は冷たい氷の海を行きます。やあみんな、僕マリオ、今日も元気いっぱい頑張るぞ。はい、ルイージだよ。大きなジャンプならお任せ。兄貴より遠くまで飛べるよ。ルイージです。今日もマリオたちと一緒に元気出して戦います。よろしくね。キノピオです。僕は地面を掘るのが得意です。意地悪なキャサリンズに負けないように頑張ります。あれ、どうしたの？いつもの騒がしい声が聞こえない。そういえばそうね。どうしたのかしら。変ですね。俺様ドンチュルゲ。あれ、サンバカがいないぞ。ドジ踏んでとうとうクビになったのかな。誰がクビですって？誰がサンバカですって？ドジなんか踏んでないわよ。ほ、なんだい、そんな穴蔵の中に入って。だってここ寒いんですもの。一体なんてところなのここは。ねえチュルゲ、カエル持ってない？手袋が欲しいな。私あったかいお茶。ババ臭いこと言ってるぜ。いつものやつはやらないのかい？はいはい、グリーンです。レッドです。ピンクです。3人揃ってスーパーキャサリンズ。もういいわよ、こんなことしなくても。今日はあんたが戦ってちょうだい。そうよ、女はひれと辛いんですもの。アクション、ブルブル、風邪いたかしら。おっと、残念だったな。今日は俺様忙しいんだ。その代わり、こいつが俺様の代わりを務めるからな。紹介しておこう。火炎の守り神、ヒーボーボーだ。ヒーボーボーでござる。キャン、あったかいわ。嬉しい。ヒーボーボー素敵。ちょっと古風なやつだが使えるぜ。そんじゃな。どこにでも勝手に行け。先週のガブチは使えないやつだったけど、あんたとなら気が合いそうだわ。ああ、拙者おなごはいささか苦手で。大丈夫大丈夫、お姉さんたちが面倒見てあげるわ。あ、あれ、ちょっとどこ行くのよ。いや、ひととこにじっとしていると足元の氷が溶けますゆえ、こうして動いていないと。待ってよ、ちょっとじっとしててよ。あ、いやいや、床が抜けますとせっかくチュルゲ殿がこしらえたここの地形が変わってしまいますでな。だったら頭の方でじっとしててよ。おお、それは名案。グリーン殿、なかなかの切れ者でござるな。いやあ、チュルゲの友達って変なやつばかりね。ピーチ姫、寒くないですか？少し寒いかな。でも大丈夫です。僕には聞いてくれないの？子供は風の子さ。もう僕子供じゃないもん。司令官。あ、はい。マリオ君や姫たちの姿がこっからは見えんが、どうしたのだ？ああ、今日は雪と氷の世界で戦っておられます。少しばかり遠いのでここからは見えません。なんじゃ、応援もできんのか。ああ、しかし中継車を出しましたので、もうしばらくすると衛星を通してご覧いただけます。そんなことができるのか。はい、サテラビューですから。連絡はつかんのか？え、私の電話を姫にお渡ししてあるので大丈夫です。お
お城から応援してくださいわ。こんなに遠くまで？それは心強いですね。あ、また敵が使われたわ。どんどん応援があるとありがたいですね。みんな、あの女電話持ってるわよ。まあ、私たちでもまだだってのに。欲しいなあれ。あの方々、電話とは何でござるか。何冗談言ってんの。いや、決してザレ事などでは。もう、考え事してんだから黙っててよ。これは失礼つかまつった。向こうにいる女人が手にしているものがあればよいのだな。拙者、あの者に譲ってくれるよう話をしてまいる。くれるわけないでしょ。何考えてんのよ、あんた。何事もまずは当たって砕けろでござる。どうせ砕け散っておしまいよ。では、すぐ戻ってきてよ、寒いんだったら。あ、そこの女人。これは異国の姫君であらせられるか。ピンク殿がその電話とか申すからくりを所望じゃ。譲ってはくれまいか。般若のような形相で睨まれました。当たり前よ、鬼みたいな女なんだから。ねえねえ、走らせれば落とすんじゃないかしら。そうね、やってみましょう。えい。ほうほう、変わった技をお持ちじゃ。こんなのどうってことないわ。こんにちは、テレビサブコンです。皆さんの活躍をサブコンの人たちにお伝えするために来ました。テレビだってちょっと照れちゃう。あ、もうちょっと綺麗な服を着てくればよかったかな。お、ちょうどピーチ姫が戦っていらっしゃいますね。いい絵が撮れそうだ。みんなすぐにスタートだ。カメラ回して。僕たちを撮るんじゃないの。あ、王様、始まりました。おお、姫が活躍しておるな。はい、活躍しておられます。あ、お電話でもなさいますか。今はそれどころではないだろう。はい、それどころではありませんね。ヒーボーボーとやらのデータは見つかったのか。ああ、そうでしたね。作業を続けます。ピーチの活躍を応援しよう。きっとサブコンの人たちも喜ぶだろう。行くぞピーチ。あ、あの親父、今日もハートの技を使ったわ。随分と慣れっこになったけど、やっぱり気持ち悪いわね。あの桃を逆さにしたようなものは何でござる。いやね、あんた本当に何も知らないの。山奥での修行がいささか長かった。いやいや、これはこれで結構苦労がありましてな。つい修行に力が入ると山火事が起きまして、修行できるような山を次々と探し歩いて。誰もあんたの話なんて聞いてないわよ。いや、いや、これはこれは。で、あの逆さの桃は、奴らがあのハートを取ると元通り元気になってしまうのよ。やっつけてもやっつけても、あの技を使われると元通りになっちゃうってわけ。おお、ほう、出来ながら味な技ですな。はあ、と申すか。で、漢字で書くとどのような。もう、あんたは黙ってなさい。よし、そこだ。いけいけ、シュートだ。司令官の電話が。ピーチ姫からかな。あ、もしもし。もしもし、セガさん。ねえ、食事にいつ連れてってくれるの。夜のスケジュール開けたいのに。もしもし。え、もしもし。君は誰だね。司令官じゃないの。やったわ、もう超ムカつく。失礼な電話だわい。おお、私の
なんだね、司令官ノックもせずに。ああ、これは失礼いたしました。私の電話は、やっぱりここにあったんですね。返してください、私のなんですよ。勝手に忘れていったんじゃないか。それに誰だか知らんが、女性からかかってきたぞ。メアリー、その女性に言っときなさい。もう少し電話のマナーを。まったくもう。お姉さま、ずっと見てるんですけど、電話落としそうにないわね。そうな、それよりさっきからあの女を遠巻きに見てる連中は何者なの？あれはサブコンのテレビ局のやつらね。いずれこの国が私たちのものになったら、私は曲をぶんどって歌を歌うつもりなの。デビュー曲ももう決まってるのよ。悪臭のドグロブルースっていうの、歌ってみましょうか。よしてちょうだい。そんなことよりテレビっていうことは、あの女の姿が放送されるってこと？なんだか尺に触るわな。チェンジしちゃいましょう。えい、また拙者の知らぬ言葉でござるな。テレビとはどんな技ですかな？あんたには説明してもわからない技よ。いや、そう言わずに教えてくだされ。あいつらが持っている箱のようなものを使って、ここの景色を遠くに送っているのよ。ほうほう、では、ここの景色が少しずつなくなっていくということでござるか？あ、それは一体…ほら見なさい、言っても無駄よ。ハイラルレジェンズのリンクのシュートが決まりました。ヒーボーボーのデータですが、古くからの資料も見たんですが、データがありません。どうやら最近魔物軍に入ったと考えられます。そうか。しかし、いいんですか王さん。まあ、なんだね。姫様たちの応援をせずにサッカーなどご覧になって。これか。これはつい今しがたチャンネル。私は見ておりました。王様はずいぶん前からサッカーを見ていらっしゃいます。うるさいやつだな。ほら、これでいいんだろ。お、今はルイージ君が戦っておるようだな。王様、今回の新作があるのですが、ご覧になりますか？新しい仕掛けか。ああ、見てみよう。かしこまりました。大事じゃ、景色が奪われるとな。チルゲ殿の留守中にここの景色が奪われるとあっては、このヒーボーボーの名が廃る。ちょっとヒーボーボー、どこへ行くのよ。あんたがいなかったら寒いじゃない。一大事じゃ、あの手入れ日とか申す者たちが持っている箱で景色を盗むとか、箱を壊してしまえばよいのじゃな。はっ、何かこっちに近づいてくるぞ。皆さん、今我々の方に巨大な火の塊が接近してきております。おお、あーだー、カメラが、大変だ、みんなに逃げろ。どうしたんだ。テレビの具合がおかしいぞ。向こうで何かあったのか。ご迷惑をおかけしております。しばらくそのままでお待ちください。ご迷惑をおかけしております。しばらくそのままでお待ちください。やるじゃない、ヒーボーボー。そのパワーでルイジーもやっつけちゃってよ。ああ、気をつけろ、ルイージ。ルイージさん、ああ、危ない。壊れたのかな。安物はこれだから。いや、ひどい目に遭いました。カメラが壊されましたが、映った。ただいま、予備のカメラでお送りしております。こいつがヒーボーボーというやつか。
ちょっとピンク。何お姉様。さっきテレビ局を自分のものにするって言ってたわね。言ったわ。そんなこといつ決めたの。私たちに相談もしないで。あら、ごめんなさい。行けなかったかしら。行けないに決まってるでしょ。そういうことはまずマムー様が決めるのよ。なんだかこの頃、出しゃばりすぎじゃない？そんな。そうそう、ちょっとメカに強いからって、ね。そんな言い方って。最近何でも自分で勝手に決めてさ。ものには順番ってのがあるのよ。まず私たちに相談なさいよ。いつもそうやってお姉さん風吹かすのね。そんなんじゃないわよ。いいえ、そうでした。でもってそんな役回りはいつも私に押し付けて。いつ私たちがそんなことした。いつもそうよ。水晶玉だってまずは私が覚えさせられたし、機械仕掛けの仕事は全部私。それはあなたが得意だと思ったからよ。何よ、私がいなければ奴らとは戦えないのに。生意気な口聞いてんじゃないわよ。水晶玉だってあなたじゃなくても使えるのよ。ほら。そうよ、何でも自分中心に考えるのはよしなさい。もう私には用はないってわけ。ああ、方々、いや、いさかいは無用に。あんたは黙っててよ。あれれ、キャサリンズの様子がおかしいぞ。どうしたんだ、喧嘩かい。そこまで言われたんじゃここにはいられないわ。あら、ならどこへでも行きなさいな。どうしたの、さっさと出て行きなさい。顔も見たくないわ。ひどい、お姉さまたちひどい。いずこへかえ行かれましたが、良いので。いいのよ、ほっときなさい。キャサリンズのピンクだ。まあ、気の強いあなたが泣くなんて。ひどい姉たちにいじめられたの。ここまで聞こえていたよ。もう帰るところがないの。ひどいわね。いいわ、私たちのところいらっしゃ。そんな、今まで意地悪してたのに。優しい心を持った人はサブコンの市民として一緒に暮らすことができるのです。私、優しくなれるかしら。大丈夫、あなたなら。なんて優しいお姫様でしょう。マリオもルイージさんもいいですね。ピーチがいいってんならオッケーさ。サブコンへようこそ、ピンク。こんな人たちを今まで悪い人だと思ってたなんて。ピンク、司令官さん、王様お願い。あ、何ですか。今、私たちのそばにピンクがいます。どういうことです。彼女は心を入れ替えてサブコンの市民になりたいというのです。ほう、いいですよね、王様。真面目で優しい人間なら誰でもサブコンの市民になれます。ありがとう、王様。ピンク、王様のお許しが出ました。まあ、ありがとう、ピーチ姫。私からも王様にお礼を言いたいのだけど、いいかしら。いいですよ、はい。いただき、お姉様、電話をぶんどったわ。やったわ。まずい。こんな、やってるやってる。P
ピーチ？ピーチ姫？ルイージ、ピーチは？中継車の中で寝ちゃったよ。はあ、おかえり。おかえりピンク。うまくいったわ、お姉さま。なんと、戦国の喧嘩は芝居だったと申すか。いや、ハハハ、方々も大した役者でござるな。お姉さまのアイデアよ。アイデア？アイデア。もう、あんた相手にしてると日が暮れるわ。それよりほら、電話よ。早くかかってこないかな。ドキドキしちゃうわね。こんにちは、エスカルゴ運送です。運送会社？王様からのお届け物です。ここにサインお願いします。なんだろうな。マリアンタ。はい、どうもありがとうございました。電話だわ。連絡しろっていうことかしら。ピーチ、もういいのかい？何が？さっきちょっと切れて。あ、いや、なんでもない。ピーチ、電話番号が書いてあるメモがあったよ。こっちにかければいいのね。あ、見て見て、あの女また電話持ってるわ。ほんと、一体いくつ持ってるのかしら。なんか蚊に触るわね。ちょっと、シャスに話しようよ。さすが王様、いいニュースね。今度はいつでも使えるように電話はここに置いときま。ただいま。え、あ、はい、わかりました。ここから見てるとマリオのやつずっと電話してるわね。誰とお話をしてるのかしら。ピンク殿、この電話とかいうものにはホタルが貼り付けてあるのでござるか。何バカなこと言ってるのよ。ホタルって何よ。いや、ここのところが光っておりますゆえ。光って？ギャー！どうしたの？この電話、あいつらの王様とずっと繋がったままよ。もしかして私たちの話が全部。なはははは、今頃気がついたのかい。畜生。ああ、何も壊すことないじゃない。いいのよこんなもの。あんなに苦労して手に入れたのに。やられたわね。はい、はい、わかりました。ピーチ、今度は敵の動きを遅くする仕掛けだそうだよ。王様たちも調子が出てきたみたいだね。ピーチ姫、頑張れ、今のうち。ねえねえ、さっき気がついたんだけどさ、なんかこの国の空気って私たちに馴染まないと思わない？空気？そう、いつもは恐れられている私たちスーパーキャサリンズが、どうもこの国に来るとパワーが落ちちゃうの。そんな気もするわね。それってね、きっとこの音楽のせいよ。私たち悪のパワーがかき消されてるのよ。なるほど、そうかもしれないわね。いや、拙者にはうるさいだけでござる。山には林方などおらぬでな。でね、今からマムー様の宮殿まで行ってディスクをもらうの。でもって秘密のトンネルを使ってお城に忍び込み、音楽をチェンジ。いい作戦ね、お願いするわ。出陣でござるの。かっこいい、レッド、ついに本気出すつもりね。お姉さんと呼びなさいっていつも言ってるでしょ。ここは任しといて、お姉さん。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。ブーン、お祈りいたす。彼らの戦いをずっと見とるが、足元がツルツル滑って困ってるようだな。はい、そのようで。なんか送ってやることはできんか。わかりました、何か探しましょう。ここが地下倉庫ね。きっとここに音楽の機械があるはず。あ、あったあった。メカのことはよくわからないけど、この程度ならっと。ここにディスクを置いて、
スイッチをプチッと。オッケーオッケー、こうでなくっちゃね。ん？なんだこの音楽は。司令官、見てくるように。はい。ありゃ、変な曲に変わったぞ。何があったんだろう。なんだか力が抜けていくような。レッドの作戦がうまくいったみたいね。うん、力が湧いてきたって感じ。拙者には騒がしく聞こえるだけでござる。いいわ、ウキウキしちゃう。あ、誰か来たわ。どっかに隠れなきゃ。誰だね、勝手に音楽の機械を触ったのは。あら、誰もいない。あ、このディスクだな。誰だ、変ないたずらをするのは。けしからんの、男。兄貴、ピーチ姫のためにいつものやつやってあげたら。そろそろ姫も疲れてきたみたいだよ。そうだな。いつものやつってもしかしてハート。とんでもない、やせるもんですか。えい、ハートがいらなくなったね。疲れた。うわ、あいつディスクを持ってっちゃったわ。でもまだあるんだもんね、ディスクを。ポンとプチッ。これもいいわね。ありゃりゃ、また変な曲に変わった。司令官。はい。この曲もいいわ。もう何やってんの、レッドったら。一体何をやっとるんだ。あれ、これは何か違うって感じ。もうレッドったら。うらめしよ。ピーチやめてくれよ。ダメよ、やつら楽しんでるわ。作戦は失敗ってわけ。もう誰だか知らないがしつこいな。プチッと。ちくしょう、もうディスクがないわ。もっと持ってくればよかったかしら。仕方ない、退却。王様。司令官さん、ごめんなさいね。らしい予定が入っちゃってお食事行けなくなっちゃったの。また今度。あの、失礼ですが。え、誰あんた。あなた、司令官さんの。どういうことよこれ。まさか司令官のやつ。キャー、どっち見てやる。司令官さんの電話ってどうなってるの。さあ。お、はい、司令官さん。そうです、今女の人から電話がありました。いや、ローラ。来週の約束は無理になったそうです。お伝えしましたわよ。いや、あ、やいぞ。どうかしたのかね。え、あ、いやいやいや、なんでもありません。王様。ノックをしなさい。え、あ、失礼しました。氷の滑り対策ができまして。おー、よくやった。まもなくあの辺りの氷は滑らなくなるでしょう。気がついてくれるかな。4分間疲れます。わかった。あれ、氷が滑らなくなったぞ。あら、ほんときっと王様ね。いいですねこれ。あ、そろそろスロットゲームに使うコインを集めておかねばならんかな。あ、そうですね。準備を頼む。お前たちが使えそうなもの。そうよ、何か作ってよ。仕方ねえな、あんまり期待するなよ。じゃあな。マリオさん、お腹空きません？ああ、そうだね。そろそろお食事の時間ですものね。そうだ、テレビの方たちに聞いてみましょう。わーい、お弁当、お弁当。やつら何か食べに行ったわよ。そういえば私もお腹減っちゃったな。
ちょっと休憩して食事にしましょうよ。今日は何する？トカゲの黒焼きは昨日食べたし、虫芋虫はもう飽きちゃったしね。ヒーボーボー留守番よろしく。いや拙者留守番でござるか。こうして見ているとあの御仁も大変でござるの。皆は夕下に赴いたというのにの。あ、それは拙者とて同じでござるか。静かじゃの。拙者には静かな山の暮らしが肌に覆うとる。修行の時は雪を憎んでさえおったが、こうやって見ていると結構風流なものだ。そこで一句。雪景色、この美がわからぬキャサリンズ、ヒーボーボなんで、そんなことを言っとる場合か。今は戦の最中ぞ。危うく拙者の魂の火まで消えるところだった。しかし拙者一人を残していい気なものでござる。あれでは戦う前から負け戦ではないか。武士は食わねど高ようずというではないか。あ、そっか、やつらは武士ではないの。へい、早く戻ってこんか。なかなかいける味だったわね。私の言ったことに間違いなかったですよ。毒クラゲってあんなに美味しかったのね。さっぱりしてるでしょ。お留守番ご苦労さん。あいつらまだ戻ってないの。どうでもいいけどマリオにはゆっくりさせないわよ。えい、あんたも行ってきたら。いや、拙者は結構。無理しちゃって。拙者とて物の負の端くれ、戦場を掘って行くわけにはまいらん。硬い硬い、そんなんじゃマム軍は務まらないわよ。そうそう。あ、かわいそうに。またマリオさん食事中にチェンジさせられちゃいましたね。そうね、ルイージさんが帰ってきたからお弁当が一つ足りなくなって、司会者さん泣きそうな顔してましたよ。うわサイコインはまだかかりそうなのか。いいえ、もう間もなくだと思います。ああ、係のものか。準備の方はどうだね。出来次第実行してくれ。あ、もうすぐです。今回は2分です。うん、野菜がコインになる仕掛けが始まったようですね。マリオさん、スロットゲームで使えるようにたくさん取っといてくださいね。またコイン集めしてるわ。なんだか金の亡者って感じね。浅ましいわね。俺様ドンチルゲ、怖いものなど何にもない。どんどん敵をやっつける。いいよ、お待たせ、できたぜ。やったー。どんなもの作ってくれたの？じゃーん。なーにこれ。あっちのお姫さんに対抗して黒大根。くだらない。もっとマシなもの作ってよ。期待するなって言っただろ。短い時間で作ったんだから。
がっかり。ちょっとピンク、何見てんのさ。日記よ。なに？お前が日記つけてるだと？にはわねえ。何よ、乙女の日記をバカにするの？あ、ちょっと覗かないでよ。どんなこと書いてんだよ。今日も負けましたって毎日書いてんのか？ドキ、なんで知ってるのよ。あんた読んだでしょ。誰が読むかよ、お前の日記なんか。そんなこと書いてんの、ピンク。ナマズの月、ヤモリの日、何を使ってもやつらには効かない、常識女の攻撃で負けました。悔しかったわよね。ウミヘビの月、ムカデの日、ビッグカメーンが活躍したけどこれもダメ、ガブチョが誘惑されて裏切られる。悔しかったわよね。サソリの月、イボイノシシの日。それって今日ね。敵から電話をいただいたけど逆に盗み聞きされた。悔しいわ。なんかめちゃくちゃに腹が立ってきたわ。あったまにくる。チルゲ、もうそれでいいわ、貸しなさい。どうすんだよ。いつもいつもあの女にやられてばかりめっちゃサリンス。行くわよみんな。常識女め、これでもくらえくらえくらえ。なんてことするんでしょう、恐ろしい。なんですって。そんな言葉があんたの口から出るなんてね。どういうことですかそれは。まあとぼけちゃって。ピーチ姫、中継車で休んでた方がいいのでは。そうしましょう、ピーチ姫。大丈夫です、ここで構いません。なんとこれは、これは恐ろしい。女の執念のぶつかり合い、言葉のバトルだ。ちょっと放送ではお伝えできません。じゃあ、じゃあ逃げよう、キノピオ。ぜひ、ぜひ姫。もう、許しません。正義の怒り、わかがみよ。受けてみよう、受けてみよう。ピーチ姫、うひゃー、何度見ても恐ろしいな。拙者はもう何もできずにおりましたぞ。いやー、おなごの争いとは幸せでござるな。あの女だけが特別なのよ。正義が効いて呆れるわ。ま、しかし感心したぜ。お前たちもあのお姫さんと同じ技が使えるって分かったものな。よっしゃ、もう一丁作ってきてやるか。また大根？今度はお前たちに敬意を表して卵にするか。その方がうーんといいわ。早くしてよ。じゃあな。ピーチ姫は寝た？そうみたいだね。怖い、ピーチ姫は嫌だな。あいつらが変なことを言うからだよ。いつもは優しい姫なのに。あー、いたたたた、あー、いた。あ、兄貴。あ、僕のお弁当残しといてくれた。今は中継車に行かない方がいいと思うよ。なんで？兄貴がこんなんだから二人は仲がいいのかな。は？これでいいわ。あのキノコ坊主なら次の卵攻撃を受けられないわよ。思いっきりお見舞いしてやりましょう。まだかな、チルゲのやつ。
いつものように歌いながら来なさいよ。お前たちがぼーっとしてるからちょっと脅かしてやろうと思ったな。ねえねえ、できたの？当たり前だ。ほらよ。よし、早速行くわよ。スーパーキャサリンズの卵投げよっ。お見事お見事、板についてきましたな。さて、俺は引き上げるとするか。もっと作ってよ。ダメダメ、まだ仕事があるんでな。じゃあ頑張れよ。では拙者も。あんたはダメよ、ここにいてちょうだい。あんたがいないと私たち凍えちゃうじゃない。ちょっとゴソゴソ動かないで、寒いじゃない。この穴ぐらい掘っといてよかったね。でもこのまんまじゃ何もできないわ。ヘッシャ！お姉さん、眠っちゃダメよ。お姉さん。王様、先ほど係の者から面白いことを聞きました。なんだね。ルイジさんに送っておきましたので、そろそろ彼の手元に届くはずなんですが。ちはエスカルゴ運送です。運送会社？王様からのお届け物です。ここにサインをお願いします。なんだろう。ルイジ、はい、どうもありがとうございました。あ、こんなものが入ってた。うわ、使って使って。よし、行くぞ。それわー、すっごい。えへん。王様のお話では、奴らは穴蔵に閉じこもって動けないそうです。まあそう。ではマリオに頑張ってもらわねばなりませんね。マリオ、今日もラブラブファイヤーを送ります。頑張ってね。鳥肌が。もう時間がなくなってしまったな。はい、でも今日もバッチリ頑張ってくれました。たたたたたたた
ただただただいま。おかえり、マリオ。はい、ホットキノコティーよ。ありがとう、ピーチ。あったまる。いいな、兄貴ばっかり。いいですね。ルイージ君とキノピオには私から司令官、例のものを。本当に渡してよろしいのですか。当たり前だ。さあ早く。はい、王国特産の新鮮な野菜たっぷりの、サブコンティーです。なんかドロドロしてますよ、ルイージさん。キノピオ、一気に飲んでしまおう。あらま、知らない、あんなに勢いよく。まずいですよ、王様。もうしばらく待つのだ。栄養満点。王様のカジノへようこそ。会場内でお楽しみの皆さんにスロットの役をご案内いたします。最初にチェリーが1つ揃うとコインが2枚増えます。最初と次がチェリーなら4枚、チェリーが3つ揃えばコイン6枚、その他の同じ絵が3つ揃えばコインは4枚増えます。7が3つ揃うと37でコイン20枚です。ゲームは53分で終了します。終了時に残ったコインは1枚1000ギガに換金されます。それでは繰り返し場内の方に申し上げます。そこまでじゃな。おいしいではないか、司令官。氷の世界でかじかんでしまった手で集めたコイン、上手に増やせましたか。またまたこの人たちの言葉を聞きながらお別れです。私もう、いや、疲れちゃったわ。ほんと、マムー様ももうちょっと使える味方を呼んでほしいわ。ほんとよね。次はすごいらしいわよ。次はね、すんごいじゃない。大逆転間違いなしだわね。でしょー。司令官さん、今お城の門のところに女の人が何人か来てましたよ。怖い顔して司令官さんに会わせろって言ってるそうですよ。どっかに隠れるところは、隠れるところ。Thank you.
去の明日をかけた大決戦。マリオたちを襲うマムーの恐ろしい手下が勢ぞろい。次回 BS スーパーマリオ USA 最終回、マムーの罠、危うしマリオブラザーズの巻。お楽しみに。この後、画面に表示されるパスワードや今日の成績をはがきまたはファックスでどしどしご応募ください。毎回毎回成績上位の方とラッキーキャラクターが当たった方の中から抽選で素敵なプレゼントが当たります。この番組は任天堂セントギガの制作でお送りいたしました。マリオ USA は面白いの。完全にハマってしまった。ところでお主らは風来の試練をやっておるんじゃろうな。何？知らんだといかん。ならばこのガイバラがダンジョン攻略の快感を味合わせて死んぜよ。 BS 風来の試練スララを救えは4月28日日曜日からのスタートで、18時からと25時からの毎日2回ずつの放送です。あのジュンソフトから好評発売中の不思議のダンジョン2風来の試練をもとに BS オリジナル構成となっています。またこの番組にはジュンソフトからの景品が用意されていて、各話の成績上位者には黄金に輝く風来人手形、そして全話を制覇した強者の上位者にはとっても可愛いジャンボぬいぐるみマムルボンボンが当たりますので、ふるってご参加ください。詳しくは壁新聞を見よう。みんな上位を目指すなら不思議のダンジョン2風来の試練をやり込もう。スーパーファミコンアワーをお聞きの方へのご注意です。番組で受信したゲームやビジュアルをこの後も続けて遊ばれるときは音声に雑音が出ることがありますので、番組終了後一旦スーパーファミコンをリセットしてからお楽しみください。本日のスーパーファミコン放送はこれで終了いたしますが、明日も昼12時から無料で楽しいゲームデータを放送します。サテラビューでお楽しみください。JO33BSTAM1、 こちらはセントギガです。Thank you.